はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。つい先日まで私ね、ちょっとコロナウイルスにね、まあ罹患しておりまして、でまあ1週間ね、動画投稿お休みいただいて、まあ先週からまあアロマンチャンネル復活ということでね、まあ復帰したんですけど、まああれからですね、まあ僕の体調も徐々に回復傾向にはあるのかなっていう感じで、もう熱とかはね、もう完全に下がって、まあ結構こんな感じでね、元気にはしてるんですけど、先週の動画でもお伝えした通り、未だにね、ちょっとこう咳がたまに出たりとか、あとはこう嗅覚障害、まあそういうね、後遺症が残ってたりして、こうまあね、万全ではない、でもまあ何らこう不自由なく日常の生活をね、送ることができるぐらいまでには全然回復しました。はい。で、まあ本日のね、動画なんですけど、まあ引き続きね、お家の DIY をね、頑張ってる様子を皆さんにね、お届けしたいところではあるんですけど、まあちょっとまだ DIY できるほどまでには、回復できてないっていうのが、まあありまして、なのでね、今日は、まあ、なんて言うんだろうね、こう、その後、その後動画、あれからどうなったの動画、みたいなのをね、ちょっとお届けしたいと思います。はい。まあ、まずね、僕が今いるこの場所、皆さん覚えてますか？はい。まあ、ここなんですけど、ここはね、うちの、まあ、母屋の北側、まあ、裏庭にあたる部分なんですよね。覚えてますか？ここ。はい。こことかね、ちょっとこの、この、ほら、応援スペース、覚えてます？ここ。はい。まあ、このね、懐かしい場所で今、オープニングのね、まあ、撮影をしてるんですけど、ここはね、僕ね、雑草対策をしたの、皆さん覚えてますか？僕はね、忘れもしない。腰をね、引きったやつですよ。はい。もうすごいね、過酷な作業を経て、こうね、無事ね、この北側だけなんですけど、雑草対策がね、まあ完成したわけじゃないですか。でね、あれがね、確かね、もう4月とかの話なんですよ。で、あれからね、もう早、まあ4ヶ月近く経過してる、その後の現状みたいなのを、今日は皆さんにね、お見せしたいなと思ってます。はい、じゃあ早速ね、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、じゃん。これがね、今うちの北側のね、裏庭の状況です。皆さん思い出しましたが、ここ。ここにね、まあこういう感じで合併処理浄化槽がありまして、このその周りとかはね、こういう感じで、砂利をね、敷き詰めて雑草対策をしました。はい。で、もちろんね、この砂利の下はこういう感じで、これ、覚えてますか？これ。これ。防草シート。防草シートをね、敷き詰めてます。はい。で、この上にこういう感じでね、砂利をかぶせたんですけど、ほら、見てください。これ。その後、全然雑草生えることなく、めちゃくちゃ綺麗な状態、キープできてます。すごいですよね。こっちのね、こっち見てもらったらわかりますよね。ここら。ほら。ここらはね、もう全然あっちの方とかは、全然雑草対策してなくて、しかも長らくちょっとね、草刈りもできてない状況で、もう雑草がボーボーです。はい、こんな感じで。はい。でもこっちの方はご覧ください。めちゃくちゃ綺麗でしょ。あの時苦労してやった甲斐があります。ほら、ここら。すごいでしょ。ちょっとね、こっちの通路の方もね、見ていきましょう。ほら、綺麗でしょ、ここら。ね。いい感じでしょ？全くここら雑草ね、生えてないです。で、さっきね、僕が座って喋ってたところがここですね。このね、濡れ縁のところ。はい。ここらもね、まあね、この鎧張りとかもね、その後、二度塗りしようって言ってたんですけど、まだできてなくて、こんな感じでね、ちょっと色ムラがあったりとか、まあ、ご覧の通り、この下とかね、汚れたりしてます。こことかもね、汚れたりしてます。ちょっとね、ここらはね、あんまりね、まだ鉄活なんですけど、ここら見て、全然雑草生えてないです。
このね、北側の通路をね、そもそもなんで雑草対策をしたかっていうと、その目的がね、まあ、これなんですよ。ここにあるこれ、これね、プロパンガス。うん、ここにね、プロパンガスを置いてて、ここはね、頻繁にガス屋さんがね、これをね、交換しに来はるんですよね。だからそういうこともあって、ここの通路だけは、まあ常にね、雑草なく、こう、通れる状態にしとかなあかんということで、まあこういう感じでね、雑草対策をしたんですけど、はい、しっかりね、その効果果たしてます。すごいでしょ、これ。めちゃくちゃ綺麗な状態です。まあでもね、全くね、雑草が生えないわけじゃないんですよ。こういうところね、見てほしいんですけど、ほら、こういうね、間からね、この全然勢いのないね、若葉みたいなの、こうやって生えます。定期的に。こういうのは、摘み取ってあげたら、はい、全然大丈夫なんで。まあ、でもどうですか？めちゃくちゃいい感じでしょ。でね、これ、雨どいとかもね、綺麗にやったんですよね。こういう感じでバーってね、塩ビを下に通してきて、ここ覚えてます？これ僕のね、お手製 U 字工、これね、こっから、まあ、雨どいから伝ってきた水がこの中を通ってあっちのね、溝に流れると。まあこれね、ちょっとね、めくって見てみましょうか。ほら、こんな感じでめちゃくちゃいい感じでしょ。これもね、その後詰まることなくちゃんと機能してます。すごいね。よいしょ。はい、こういう感じでめちゃくちゃいい感じなんですよ。この鎧張りもね、割れながらなかなかね、すごいなと改めて思いますね。この上なんかもね、ちゃんとこれ雨切りつけてね。で、この上なんかもね、あの合板を張って、その上からね、ザクザクっていうね、塗料を塗ったんですね。こういう感じで白壁で仕上げて、で、この窓周りなんか見てください。これもう全然隙間のない、この綺麗なこの仕上がり、これ我ながら素晴らしいな。これようやったなと思います。はい、もう一回ね、同じことせい言われてもね、できないんじゃないかなって思うぐらい、これはもう我ながらようやったと、はい、自分を褒めたいですね。でもまあね、こんな感じでちょっとね、あの手形がこういう感じで残ったりしております。なんかのダイイングメッセージみたいになってますけどもこれはあの二度塗りしたら綺麗にね、なくなると思うんで大丈夫だと思います。いやー、いいですよ、この壁といい、このね、雑草対策といい、なかなか素晴らしい仕上がりですね。こんな感じでいい感じなんですよ。で、はい、こっちちょっと見てください。じゃじゃん、こんな感じでね、こっちはね、動画にこそしてないんですけど、実は動画外で、あの、覚えてます？僕がね、間違って買っちゃったっていう、あの、防草シート。あれね、捨てるにはもったいないんで、まあ、こんな感じでね、とりあえずここ、雑草対策として敷き詰めてます。はい。まあ、全然ね、ペグで止めたりはしてないです。こういう感じで、まあ、ちょっとブロックとかね、石を乗せたりして、こうね、もう単に敷いてるだけです。でもどうですか？防草シートを敷いてることによって全然雑草生えてないですね。いい感じでしょ。通路はね、こう確保できてる状態です。で、まあここがね、まあ寝室の窓なんですけど、まあね、毎朝起きて朝日を入れようと思ってね、カーテンをピャって開いた時に、ここね、防草シート敷く前はもう雑草がね、ブワーって広がって、まさにお庭状態やったんですよ。もうそれだけでね、もうテンションだだ下がりみたいなここなんとかせななっていうことで、まあこういう感じでね、まあ防草シート間に合わせで敷いてるんですよね。どうですか？なかなかでしょう。これ動画外でね、せっせせっせ実は頑張ったんですよ。はい、ここらね、こんな感じで、まあ、ここもね、もちろんゆくゆくはこれ全部もう一回剥いで綺麗なね、お庭を作る予定ですね。ガーデンを作る予定です。ここらとかもね、これちょっとしたいい花壇なんですよ。こことかね、お花とかね、何か植えたいなーなんて思ってるんですよ。で、こんな感じでね、こっちもとりあえず通路だけはこういう感じで確保してます。こっちもね、こっちもほら、ここ、こんな感じで、はい、とりあえずここまで今とりあえずここまで、まあ、シート敷いてる状態です。で、それより先ね、まだシート敷いてないところはご覧の通り、もうすんごいね、状態です
やばいです。だからね、まあここらもちょっとね、せっせせっせ引き続きこう延長していきたいなと思ってます。まああっちの方に正面間口があるんですけど、あっちからこうね、こっちに伝ってこれるようにせめてね、通路だけでもね確保したいと思います。はいはい、とまあこんな感じでね、まあうちはもちろんね、母屋の方でも忙しいんですけど、実はねこういう感じで、まあお庭もね、まだまだやらなあかんところがもうわんさか残ってるわけです。もう大変です。もうなんせうちはね、土地持ちですから、うん、土地を持ってるっていうことはそれだけね、手入れとかね、管理も大変なわけですよ。はいで、はい、今日なんですけどね、ちょっとここらだけ草刈りをねしたいなと思います。これここはね、もう雑草対策してるええものの、ここに来るまでのここがもうボーボー状態なんで、夕方の涼しい時間帯、うん、1時間ぐらいだけでもね、ここらちゃちゃっと草刈りをねしてしまいたいと思います。取れたい、これ。すごいな、これ。木だらけや。いいぞいいぞ、すべすべなってきたぞ、すべすべや。はい、ご苦労さん。かっく
よし、いい感じや。ここのね、ここの際の部分めちゃくちゃ綺麗になりました。で、ここに来るまでのこの通路、はい、こんな感じで確保できました。いいね、ここらもね、バーって草刈りました。ここら、ここらもバーって草刈って、あっちの方まで綺麗に刈りました。ここら、おー、だいぶすっきりしたね。これでね、ガス屋さん何の心配もなくね、あそこからこうやってね、はい、あっちまで行くことができます。あー、よかった、一安心です、これで。ほう、よし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 、あーし、はあ、あー、久しぶりに体動かしました。今日みたいな感じで、ね、こうちょっとずつ体を動かしていって、まあ、ある種リハビリみたいな感じでね、体力をね、回復させていきたいと思います。はい、とまあこんな感じでね、本日の作業はね、これで以上とさせていただきます。はい、でまあ最後にね、うちの畑の様子を皆さんにね、お見せして、お別れしたいと思います。はいはい、これが畑の現状です。まあ僕がコロナで苦しんでる1週間ね、まあ水やり全くできてなかったのと、収穫も全くできてませんでしたね。その末、畑がね、とんでもないことになってしまいました。ちょっとね、一個一個見ていきましょう。はい、まずね、手前にあったのがこれ、これキュウリです。はい、もうご覧のようなありさまです。あの葉っぱがですね、もうすべてもう病気でやられちゃったので、もうすべて撤去しました。うん、こんな感じでもう何も残ってないです。はい、唯一残ってるものとすればこれですね。超巨大化したキュウリだけです。もうこれキュウリというか、もうズッキーニですか。それぐらいのサイズ感になってます。はい、いやーでもね、今年の夏はキュウリにはすごくね、お世話になりました。本当にね、たくさん収穫して食べましたし、ご近所さんにもね、お裾分けすることができました。で、次こっち、これですね、手前これピーマン、ピーマンもですね、まあ、ずっと水やりしてなかったということで、結構ね、まあ、葉っぱとか結構しおれてたんですけど、まあ、水やったらまたちょっと回復したかな。うん、でご覧の通りね、こんな感じでまだね、実はつけてます。うん、まだまだね、収穫はできそうな感じしますね。はい、お次、そのお隣、これですね、これが、赤パプリカですね。赤パプリカはね、これもまあまあ全然まだ生きてますね。ご覧の通りこんな感じでね、実つけてます。うん、でも相変わらずね、あの色は変わりきれないですね。全然色は変わらないです。はい、でこっちのね、黄色パプリカ、こんな感じでほら、ここ一個黄色くなってます。いいね。でお次、お隣、これですよ、問題は。シシトウがとんでもないことになってます。これ何ですか？ハバネの唐辛子ですか？ずーっと収穫せずほっといたらこんな赤なるんですね。これやば。これ食べれんのかな？めちゃくちゃ辛いんじゃないこれ。見てください、これほら、もう毒々しいぐらい赤いです。あ、ほんでね、水全然やってなかったからしぼんじゃってますね。これはちょっとどうだろう、食べれるかな。でもね、こっちのシシトウはね、まだほら結構いい感じでね、まだほら緑のがなってます。でも下の方はめっちゃ赤なってる。下の方めっちゃ赤なってる。やば。はい、でこのシシトウのお隣、ここにね3本あったの、これオクラです。でもご覧の通りね、こんな感じでちょん切っちゃいました。はい、オクラもですね、キュウリ同様、葉っぱが全部ね、まあ病気か虫にやられてもうボロボロやったんで、もうね、ちょん切っちゃいました。はい、でもね、この子だけはね、まだ無事です。でこんな感じでね、ほら実つけてます。もうこれ収穫できますね。でこの下にあるこれ、ここ2つ、これね、もうツルムラサキはまだ、あ、でもこんなんいけますね。全然こんなんいけそう、まだ。おー、しぶといね。で最後、ここにあるね、ナスはまだまだほらこんな感じで元気ですね。いい感じいい感じで、実もねこれつけてます。ちっちゃいのいっぱい、こんな感じで。はい、
ナスはまだしばらく収穫できそうな感じです。はい、こんな感じですかね、畑。なんしかこのシシトウが怖い。